こんにちは、伊藤です。今回はですね、1年前だったか2年くらい前かなにブログで紹介したことのある僕が使ってるヘアワックスについて紹介していきたいと思います。で、今回紹介するヘアワックスなんですけども、ローランドの、プレシャスワックスですね。こちらは僕ずっと使ってきてるんですけども、このローランドの、プレシャスワックス、どんなワックスなのかと言いますと、男女共に使えるワックスなんですね。適度に質感だとか艶感が出る仕上がりになります。で、これですね、似たようなあのワックスだと有名なのだと、こちら皆さん知ってるんじゃないでしょうか。ロフトとかにも売ってると思うんですけども、こちらプロダクトが結構有名ですね。で、これとこれ結構似た商品なんですけど、共通してるのがオーガニック成分でできてるってとこですね。なんでこちらのプロダクトって、ハンドクリームだとかあのリップだとかそのまま使える、全身に使えると思うんですけど、こちらも同じようにあのワックスだけじゃなくって、あのハンドクリームとかリップとか全身に使えるんですよ。はい。で、まずですね、こちらのローランドのプレシャスワックスのいいところなんですけども、まずですね、まあ、先ほど言ったオーガニックですね、プロダクト、こちらのプロダクト同様に、ハンドクリームにもなってリップクリームにもなるっていうところで、全身に使えるっていうのがまずいいなと思うポイントですね。で、僕ですね、昔あの普通のワックス使ってた時は髪の毛にワックスをつけて、そのワックスがですね肌に、ついて、あの結構肌荒れが起きてたんですね。で、僕肌があんまり強くないんで結構悩んでたんですよ。で、こちらのプレシャスワックスを使ってから、そういった肌荒れがですね全然起きなくなったんで、そこもあの個人的にはすごくいいなと思うポイントですね。で、あともう一つがですね、セット力はないんで、あの男性の方だとすごい毛束感のある髪型だとか、すごく動かす髪型とかには向かないんですけど、あの艶感とか質感のある髪型とか自然な動きのある髪型に仕上げたい方には特に使いやすいワックスだなと思います。逆にまあデメリットというか気になるところとしてはですね、やっぱり価格がちょっと高めなんですね。これだけであの 100ml だったかなで、約4000円ぐらいで、で Amazon とかにも売ってないんですよ、ロフトとかにも。基本的に美容専売品になってるので、まあ、取り扱ってる美容室か公式のオンラインサイトで購入するかになりますね。手に入りやすいという点ではこちらのプロダクトなんかはすごくあのどこにでも割と売ってるのでおすすめです。これ楽天にも少しあの売ってるの見たんですけども、価格がですねちょっと高くなってたので、やっぱりそれを考えたら、まあ美容室で買うか公式サイトで買うかの方がいいんじゃないでしょうか。はい。という感じでですね、実際にあのこちらのあのプレシャスワックス、どんな仕上がりになるのかっていうのを今あの僕ドライヤーしてワックスとか何もつけてない状態なんですけども、こちらにですね実際に使ってみて、あの、まあ、最後終わりにしようかなと思います。はい。では実際にワックスをつけていきたいと思います。ワックスを手に取る量はこのくらいですね。このくらい取ったらしっかり手になじませていきます。はい。しっかりなじませていくとこのようになります。で、それを後頭部からなじませていきます。徐々に、中間へ。で、中間の方は立ち上げるようにして残った部分を前髪につけていきます。で、前髪の根元の立ち上がる部分はですね、根元からワックスをつけていくようにします。で、最後しっかり整えて仕上がりがこんな感じです。はい。で、仕上がりをもっとウェットにしたい場合はですね、オイルと混ぜて使うようにしています。僕が最近使ってるのは無印良品のホホバオイルですね。ホホバオイルを少し足してあげることによって仕上がりがよりウェットな感じになります。はい。というわけで、ここ何年か使ってるローランドのプレシャスワックスの紹介でした。ぜひですね、あの気になった方は多分公式サイトが一番安いと思うんで、そちらから購入するか、もしくは取り扱ってる美容室、多分ね表参道とかにあったと思います。はい。ぜひそちらで気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。本当にね、男女共に使える、おすすめできるワックスなんじゃないかなと思います。はい。で、この動画がですね、もしよかったら、ぜひチャンネル登録と、評価ボタンもぜひ押していただきますと嬉しいです。はい。というわけで、ローランドのプレシャスワックスの紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.